イスラームと反ユダヤ主義では、イスラームと反ユダヤ主義の関係について記述する。反ユダヤ主義も参照一般に全近代のイスラム世界では、キリスト教世界に比べて、ユダヤ人の地位は良好だったという意見が、学会の主流である。これを、やや理想化したものとして、ユダヤ人は、キリスト教世界においてはしばしば支配者によるスケープゴートとして、 虐殺や追放などの迫害を受けてきたが、イスラム世界では寛容の精神のもと平和に暮らすことができた。という意見が主張されることも多い。しかし、前近代のイスラーム世界において、ユダヤ人は同じ経典の民でありつつも非語民を意味する二級、市民、ズインミーとして処遇された。クルアーンでは、ユダヤ人は教えを守れば天国に送られるものの、 その中の少なくない人々が教えを裏切るとしつつ、これを許して、見逃すように記されてる。預言者ムハンマドは、メディナ検証に違反したユダヤ教徒部族、クライザ族などには、厳しい制裁を下した一方、アウフ族やサイダ族など、友好的協力的なユダヤ教徒部族には、非語を与えた。イスラム世界における反ユダヤ主義の実情について、親イスラム主義的学者や、 反イスラーム主義的学者、ユダヤ人、非ユダヤ人、ムスリム、非ムスリムなど様々な立場からの意見が提出され、現在でも論争が継続している。イスラーム教徒による宗教的迫害を3622年にムハンマドは紛争の朝廷のためにマディーナに移った。ムハンマドはマディーナのユダヤ教徒に受け入れてもらえると期待していたが、マディーナのラビはあざけったため、 論争が始まった。ムハンマドは、モーセラ預言者が神の首都であることを確証した書物をラビたちに提示するよう求めたが、ラビたちは拒否した。こうしてムハンマドは、ユダヤ教徒は神から与えられた書物を誤解しており、その誤解を正すために神がアラビア語でムハンマドに掲示したと結論した。またムハンマドは、アブラハムはモーセより、 はるかに古い世代であるユダヤ教徒ではなかったとし、さらに、アブラハムの恋シュマエルは、アラブ人の祖先であるとして、ムハンマドは自分を、アブラヒムの信仰を、ムハンマドは、モーセとイエスを、自分の先輩と見なしたが、現実のユダヤ教徒やキリスト教徒は、神の真意を誤解していると批判した。クルアーン第2章では、ユダヤ教徒への非難が書かれており、第3章では、 キリスト教が批判されている。マディーナには武装したユダヤ教徒の集落があったが、ムハンマド移住後は無害な集団以外は追放されたか撲滅された。624年のバドルの戦いで、メッカ勢力に勝利したムハンマドは、同年10月にマディーナのユダヤ教徒のカイヌカーウ族と戦い、追放した。625年のウフドの戦いで敗北した。 ムハンマドは626年3月にユダヤ教徒のナディール族を追放し、彼らの農園を没収した。627年の半濁の戦いで、メッカのクライ種族はイスラムに敗北し、5月にはメッカ側についたユダヤ教徒のクライ座族の男はすべて殺害され、女子は奴隷として売却されたとされ、反イスラム的行動を取らず、地図ヤ税を支払い、 イスラムの公権力に従うことを条件に庇護された。しかし、マディーナのユダヤ教徒は検証に従わなかった。三代カリフスマーンイブンアフファーン時代の650年頃に成立したクルアーンでは、ユダヤ教徒とキリスト教徒を経典の民と呼び、真っ赤の多神教徒や異教徒たちから区別して認めた。イスラムでは、ユダヤ教徒はヤフード、またはイスラエルの子孫と呼ぶ。 我らは立法の章下し、その中には導きと光があるさらに、これらのものはアラーが導きたもうたものである。それゆえ彼らの導きにならえとする。しかし、イスラームはユダヤ教徒が啓示を改ざんしたと批判する。また、ユダヤ教徒が神から授かった啓示の基準や規範に応えていないとして、お前たちのもとにはムーサーが名称を携えてやってきたが、その後、 お前たちは彼の後に格子牛を立て祭った。お前たちは不正なものだった立法の書を負わされ、その後それを追わなかった者たちの例えは書物を追うロバの例えのようであると非難する。クルアンによれば、ユダヤ教徒は天使ジブリールとミカエルに敵対する。また、ウザイルを神の子として主張するのは、神の子キリストというキリスト教と同じく偽りであるとされる。 ユダヤ教徒とキリスト教徒は自分を神の子として主張するが、ではなぜ神は罪に対して懲罰を与えるのか、お前たちは彼が作りたもうたもののうちの人間であると批判される。また、ユダヤ教徒は禁じられている利息を取り、人々の財産を乱費したと非難される。ユダヤ教では、ユダヤ教徒の振る舞いに関係なく、ユダヤ人がアブラハムの子孫であるということで先民とされるが、 クルアーンはアブラハムが町を出た原因を偶像崇拝から離れ、神によって掲示された真の宗教に改心するためだととする。一方で、イスラム教では宗教の強制的放棄や改修はできない。ムスリムの男性はシャリアの判定のもとで経典の民であるユダヤ教徒やキリスト教徒の女性との結婚が認められており、改修が強要されない。 第3代政党カリフ・ースマーン・イブン・アファーン、タルハイブン、ウバイドゥッター、フダイファ・ール・ヤマーニー、ムギーライブン・シュバーラは、ユダヤ教徒やキリスト教徒の妻をめとっていた。ただし、ムスリムの女性は、他の経典の民の男性と結婚できない。833年には、最大にシドン・シナゴー軍が混流された。イスラム王朝のファーティマ・ーサでは、第6代カリフ・アル・ハーキムが、 キリスト教とユダヤ教を弾圧した。1009年、ファーティマ朝が聖墳墓,墓教会を、フランスを、はじめにしヨーロッパ諸国で、この聖墳墓,墓教会破壊について、ユダヤ人が破壊をそそのかしたという噂が流布し、局地的に強制改収や追放がなされた。これ以降、イスラム教徒とユダヤ教徒が、キリスト教世界の復滅を共謀しているという見方が、一般的なものとなり、 復活祭にはユダヤ共同体の長が平手打ちを受けるという慣習が始まった。1066年、イスラム村人長支配下のアンダルスで、ベルベルユダヤ人が殺害されるグラナダ虐殺が起こった。北アフリカのマグレブに起こったムワヒヒド長では、キリスト教徒、ユダヤ教徒への迫害を行った。ムワヒド長下のアンダルスやマグレブでは、両教徒に対する強制改修が発生し、 アンダルスのユダヤ人は北部のキリスト教都支配地域やエジプトなどに逃れるか、イスラームへの偽装帰郷を余儀なくされた。マイモニデスもその一人で虐殺を逃れるためイスラームに偽装回収し、後にエジプトでムスリムの実力者とのコネを用いてユダヤ教への復帰をシャリーア法廷で認めさせた。しかしこのようなことは極めて難しく。 ほとんどの場合、企郷とみなされ死刑宣告を受けた。詳細は、イギリス委任党治療パレスチナ及びパレスチナ問題を参照イギリス帝国は、第一次世界大戦の中東戦域でオスマン帝国に勝利すると、パレスチナを占領した。このパレスチナ作戦には、シオニストのゼーブ・ジャボチンスキーも協力した。1917年4月に、イギリス軍がガザを占領する。 イギリスが主導したシオニズムとパレスチナ問題についてカトリック側は反発し教皇ベネディクトゥス15世は1919 19年3月10日の数期教会議で先人のキリスト教徒たちが異教徒の首輝きから解き放つ努力をしてきた土地をユダヤ人に提供することに怒りを表明したフランスのカトリック新聞ドキュメンタシオンカトリック紙はユダヤ人 反シオニズムは1948年の中東戦争以降のものと受け止められることが多いが、このように第一次世界大戦直後から反シオニズムは存在していた。1922年7月24日には国際連盟でイギリス委任党治療パレスチナが承認されたが、その後アラブ人、パレスチナ人による反ユダヤ人暴動がたびたび発生し、 1929年8月の嘆きの壁事件では、ユダヤ人、アラブ人双方が100名以上が犠牲となった。1936年、世界ユダヤ人会議が結成された。同年、パレスチナアラブ大法起が始まり、1939年まで続いた。この大法起では、イギリス軍の報復によって、アラブ人の犠牲者がユダヤ人、イギリス人よりも上回った。 アミーン夫妻2位の越兵を受ける武装親衛隊員、ナチスラーム、イスラム系、ナチス親衛隊、及びナチスアラブ関係も、参照1941年11月28日、反シオニストのアラブ人指導者、アミーン夫妻2位がヒトラーと会見し、ドイツとアラブは、イギリス人、ユダヤ人、共産主義者という共通の敵がいると述べた。第二次世界大戦時には、 ヨーロッパのイスラム教徒の中には、武装親衛隊第 13SS 武装参学師団に志願し、反シオニズムの立場を取る者もいた。詳細は、パレスチナ問題、中東戦争、反、シオニズム、及び EN、レイシズムインイスラエルを参照パレスチナ問題は、第2次世界大戦後も中東戦争などの結果をもたらしていった。百四十七年十一月に、 国際連合でパレスチナ分割決議が採択されるとアラブ側は反発しパレスチナ内戦が始まった。1948年4月にはデールやシー事件やハダサー医療従事者虐殺事件が起きた。1948年5月14日にイギリスが委任統治を終了すると同時にイスラエルが独立を宣言した。翌日中東戦争が勃発した。 当初はアラブ軍優勢であったが、イスラエル側は国防軍を編成して反抗し、1949年7月の停戦までにパレスチナの大部分をイスラエルが獲得した。その後も1956年に第二次中東戦争、1967年に第三次中東戦争、1973年の第四次中東戦争が起こった。 1980年代にイスラエルは、ゴラン抗原併合、レバノン侵攻、1987年の第一次、インティファーガ,ダガッ圧などを実施していったが、こうした軍事行動に対する国際的な批判に対してイスラエルは、シオニズム批判は反ユダヤ主義であると反論して、内外の言論人を脅かした。イスラエル人とパレスチナ人との紛争は続き、2000年の第二次、 インティファーダ、2006年のガザ侵攻2008年のガザ、紛争、2014年のガザ侵攻が起こった。2016年12月24日には国連がイスラエルのパレスチナ自治区内入植活動を非難する決議を採択した。イスラエルはこの避難決議に対してフランス人がパリにアメリカ人がワシントンに住居を建設するのを禁止する行為に等しいと反発した。 2008年にイスラエルはパレスチナ軍事占領に対する武力による抵抗やハマースの活動に対する報復攻撃に際してパレスチナ人のホロコーストをほのめかす発言を行った。イスラエルのパレスチナ占領とパレスチナ人に対する弾圧行為及びシオニストの反アラブ、反イスラーム的とされる態度への反発からイスラム世界では反ユダヤ主義が高まっており、 パレスチナのハマースも含めイスラム原理主義組織の中にはユダヤ人を敵として宣言したものが多数存在する。サウジアラビアでは全てがユダヤ人のせいにされ、エアコンや蛇口の故障もユダヤ人のせいにされると元イスラム教徒のアヤーン・ヒルシアリは報告している。ユダヤ系歴史学者バーナード・ルイスは20世紀以前のイスラムについて ムスリム支配下のユダヤ教徒とキリスト教徒は、ムスリムでないという理由で殉教を余儀なくされることは、なかったという。ラビのアムランブラウは、政治的シオニズムが台頭する以前、ユダヤ教徒とアラブ人が共存してきたと言った。現代正統派ユダヤ教の家に生まれた作家、デニス・プレガーとラビのジョーゼフ・テルシュキンは、以下のように言う。 ジェローム・サルターは、イスラエルとパレスチナの紛争の原因は、アラブのハンセム主義ではなく、1300年以上の間パレスチナの住民の圧倒的多数が、アラブ人であったにもかかわらず、ユダヤ教徒の国がパレスチナに建国されるべきだとする、シオニズムの主張にあると2001年に結論した。ありがとうございます。